こんにちは、ラバーズホリデーのタカとゆかです。今回は旅費もお手頃でまだまだ海も楽しめる清々しい気候が最高な10月の沖縄本島3泊4日の旅行 Vlog です。ホテルはハイアットリージェンシーセラガキ、ザ・ブセナテラス、ホテルムーンビーチと3カ所のホテルをホッピング。旅のお役立ち情報を織り交ぜながら皆さんと一緒に動画で旅していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ラバハリ。あ、36度。沖縄空港に着きました。こちら本日からお世話になるトヨタのルーミーさんです。いいじゃん。はい、それでは乗り込みました。めちゃめちゃ綺麗な車だ ね、 うん、すっごい中も広い、うん、あのレンタカーの受付をしてからおよそ30分ぐらい待ったね。そうだね、30分ぐらい待ったね、うん、那覇のレンタカー混んでるお気をつけくださいそうだね。はい、ということで今からまずお腹空いたんで AW、うん、に向かいたいと思います。とにかく早く食べたいあ、来た脇港店です。何食べよう。乾杯。何になっちゃう。やだ、匂うもの。カリフライと、うん、ラビオリと、うん、モッツァバーガーシーコン缶トップです。やっとたっぷり。うめえ、美味しい、美味しい。すごいさっぱりしてる。野菜いっぱいだね。野菜いっぱい、なんかフレッシュネス系、うん、味が美味しい。カリフライです。さっぱりしてる、思ったより。おい、期間限定のチリコン缶トップです。いい匂い。うん、かも肉肉しいっていうよりふわっとしてるよね。そう、優しいんだよ、うん、だけど上のソースがすっごい辛いから、うん、マッチしてて美味しいです。一番気になった、うん、ラビオリ、うん、うん、美味しい。バジルっぽい味が。あ、本当だ。うん、2杯目。うん、沖縄ラバハリ、うん、バンタカフェ100m。ここが星の屋だね。星の屋さん。所要時間は41分です。運転お疲れ様でした。お、開いてる、うん、めっちゃ開いてんじゃん。うん、見晴らしいい、ここ。美味しい。ラムネみたいな。ラムネみたいな、うん、弱炭酸のラムネ。うん、美味しい。さっぱりしてるね。なんかこれ何なんだろう、このブクブクは。なんかね、うん、マンゴーとか。ああ、はい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 。じゃあマンゴー行ってみる。どうぞ。救えるかな。うんうんうん。シーファーサネードでーす。いただきます。めっちゃ美味しい、こっち美味しいだ。あ、こっち好きだ私。お酒みたい。
フルーティーなシークワーサーカクテルって感じ。バッタカフェを出まして、今から1つ目のホテルに向かいたいと思います。はい、ここから約45分くらいかかるみたいなので、ちょっとドライブしながら向かいます。やばい、高級宿だ、高級宿、見てみな、高級宿だ、ね、やばくない？え、なんか土足？土足なのこれ、土足じゃない、土足これ、土足かこれさ、え、なになに、自動？うん、え、なんか前、自動なの？すごいすごい、めっちゃやばくない？ここなにこれ、やばすごい、わぁすごい、スタート。わぁやばくないこれ、なにここ、綺麗すぎない？ハイアット期待以上だね、うん、部屋、いやよかった、来て。それでは今からプールに行ってきまーす。女子走りしてるの。こんにちは。ブスクプール、うん、とラグーンとビーチは向こうですよって感じですね。確かに怖くない？やばい、ここ海外だよ、ね、これどうですか、これサンセット見ながらのジャグジー。サンセットジャグジー、サンセットジャグジー、本当なんだよ、うわやば、それではお夕食の時間までこちらの夜景を見ながらまったりしたいと思います。お夕飯はアグー豚しゃぶしゃぶのカフーさんです。締めがジューシーという、ね、うまい、うん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 、おいしい、デザートのココナッツアイスだね、ねえ、おいしそう、これはこれでおいしそうだね、うん、おいしいね、南国食うておいしいよね。
めちゃめちゃいっぱい食べたのに5850円でした。整ってますか？整ってます。気持ちよすぎたのかな。この夜風が本当に気持ちいいね。うん、全国旅行支援の券を使って私たちはクッキーを購入しました。ラバハリ。それではハイアットの朝食にレッツゴー。海を眺めながら朝食いただきたいと思います。うわあ、朝からステーキいただきます。美味しそうだね。美味しい。いいね、この炭の入り方がね、うん、美味しそう。まあ、でも、あの旅行行った後、あ、美味しい、優しい、はい、うん、朝に合う、甘みがある。あ、お豆腐なんだこれ。うん、蒸し豆腐入ってる。蒸し豆腐そばだ、うん、いいね、ホテルで食べちゃう。うん、おはようございますって感じなんです、うん、はい、チェックアウトを完了しまして、最後にホテルのプールとビーチで楽しみたいと思います。そしてここのね、私のお気に入りの景色があります。ここ本館の2階のベランダというか、オープンデッキというかね。そうだね、ここがすごいいい眺め。ここめちゃくちゃ綺麗。うん、でここから夕日見るのが割と口コミではおすすめらしいですよ、うん、ね、ここ綺麗だね、うん。Stop looking over your shoulder. There's no one there, and I will protect you. Let my guard down faster than I should. ここにもジャグジーがあります。ラバハリ。あ、コンプセント。あっという間だね。あ、そう、バレットパーキングだから、ここはバレットパーキングだ。バレットパーキング、バレットパーキング。あ、頑張りそうと思う。うわぁ、あ、見て、あ、すごい、見て見て見て、やばい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だ、ここ
でも入っちゃえば。チンプリンとかとは全然違うよ。当たり前です。すみません、当たり前だった。チンプリンと同じだったらここないよ。タイムの、日没前後30分、うん、このプールサイドのベランダっていうところでモクテルを無料提供しておりますと。行ってみましょうか。でちょっとまたさ、あそこに、うん、見えるね、ギリギリ。はい、ありがとうございます。オレンジとマンゴーとパインのミックスになっております。はい、本日のお夕飯はこちらのチュラハナさんでいただきたいと思います。イエイ。あ、すいませんね。いい感じ。それでは沖縄2日目の夜に乾杯。うま、あ、美味しい。うまい。これまあ爽やかだね。美味しい。うまい。うん、うまい。うまい。甘いね。うん。ナスクリームだ。美味しい。うん。爽やか。じゃあ一番人気のラフテいきますか。ベロベロになっちゃう。いいよね。でも飲みやすい。飲みやすい。これは危ない。ブルーは今のところ好きやったって感じ。ああ難しいな。ちょ2時間ぐらい待っていい？私先帰ってます。好きだった。せーの。ああそっちか。うん、悩んだんだけど。うまいよね。悩んだんだけど。絶対こっちだと思われてると思った。うん。性格悪いんだ。じゃあこれじゃねえかよ。合わせろよ、これです、一番前の。それです。来ました、朝そばとジューシーです。めっちゃうまい。めっちゃうまい。
これ天ぷらだ。うん。美味しい。ジューシー合わせていきます。うん。うん。もう。うん。でもね、今 AW に私のカーディガンを落としたって話です、ね。この中に、ゆかちゃんが勝手にカーディガンを突っ込んだの。そう。カメラが入ってるはずのところにカーディガンを勝手に突っ込んだの。分かんないのがここに入ってたやつをが。どっかに落とされて、で、俺その後カメラ入れてんの、うん、俺外してその辺捨てたって俺サイコパスすぎないジッカーディガン自分のジッカメラ入れてる普通にこうやって開けてカーディガン、あ、ゆかちゃんが入れたんだなっつってリュックが背負ってんだからさ、開けてさしまえばさ、いいのにさ開けて、カーディガン、ん自分で自分が怖いよ。それを取りに行かなきゃいけないんだよね。多分もう一回行かなきゃいけない。あー、おかしい。やばいな、本当に。ホテル到着しました。ただいま帰りました。ちょっとさ、そこの、さっきのラウンジのとこ見てみたい。ちょっと風に当たります。なんか星とか見えるのかな。あ、出てるよ。あ、出てる、出てる、出てるよね。ゆかちゃんは星空アプリを使ってリアルプラネタリウムをお楽しみ中です。あ、あった。ね、見てみて、夏の大三角ってすっごいでかいの。あー、見える見える。右下、右下、うん、こと座のベガ、はい、で、牛が上、そうだ、上が白鳥座のベネル、はい、で、下、左下がワシ座のアルタイル。楽しいね。楽しい。ゆかちゃんはこういうロマンチストな一面があるぞ。ロマンチストなの？ラバハリ。おはようございます。おはようございます。自主規制してね。おはようございます。ブセナテラスの朝でございます。はい、今こちらの方から朝日を待っています。むちゃ気持ちいいね。まずはオムレツから。はい、チェックアウトをしました、はい、で、今11時過ぎなんですけど、ちょっともう一回プールに行ったりして、ブセナでのね、ゆったりとした時間を楽しみたいと思います、はい、さあビーチの方へお散歩してきます、はい、
じゃあ今から沖縄の有名なお蕎麦屋さんに向かいます。やってまいりました。本日のお昼ご飯、中村そばでございます。だいたい30分くらい待つみたいです。この景色を見ながらおそば、うん、ね、最高だね。最高。やってまいりました、アーサそば、ジューシーセットね、美味しそうだね。やっぱり緑だね。うん、おいしい。アーサたっぷりだ、おいしい。うん、そこ行きます。おいしい。甘いね、かまぼこ。甘い。おいしい。とろっと、ジューシーいく。おいしい。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回旅が楽しすぎて動画を撮りすぎてしまい、後編もあるんです。よかったら次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。